トータルで175回目となります、えー。日本のメディアが伝えない韓国ニュース。えー、本日は、サラミシャさん。はい、よろしくお願いします。はい、パクヘテさん。お願いします。はい、キム・サンホンの3人で、えー、お届けいたします。はい、ラタ、はい、えっ、ー、と、何か変わったこととかありましたか うーんはい,い僕の方からそうですね、はいうん、最近ちょっとやることを、僕も韓国メディアの翻訳とか、あと韓国の市民団体の福島案内とか、うん、もうやるべき、多い時はむちゃくちゃもう忙しいんですけども、も、うん、うまくいかない時は本当うまくいかないというか <laughs>、最近ちょっと何もない時は何もないっていうので、それもちょっとストレスなんですよね。はい、はい <laughs> じゃあ一応今は落ち着いてるということですね。そうですね。はい。忙しくはないです。ヘ、はい、<laughs> テさんは何か、今何かご報告したいこととかありますかそうですねあの。ついさっき、あのーネ大陸を録画を見ていて、斎藤浩平という学者が出てきたんですけど、非常にあの僕に見ているというのは前からいろんな人から言われてて。ああ。 改めて見て、ちょっと信じられないぐらい似てましたね。言われたら、ああそうかも <laughs> しきれない。<laughs> はい、似て,てああそうですか。笑っちゃいました、自分で。はい。まあね、ヘテさんもね、この前、えー、M 版でね、準備で忙しかったけど、今、一度なくちゃいましたね。あ、そうですね。まあでも、あの、 相方の方がいろいろ出たいコンテストがあるっていうので、ちょっとまだ全然バタバタとしてそうな感じです。わ <laughs> <laughs> かりました。まあとにかくね、頑張りましょう。私の方もね、もう本当に忙しかったんですけど、まあ、あのうん、ここで告するようのことではないので。<laughs> はい、えー、っと、じゃあ早速いきましょうか。はい。はい。えー、っと、今回はですね、えー、韓国文化紹介は ではなくて、社会的問題の紹介ですかね。はい。市民デモ、現地レポートですね。それはですね、僕が10月29日のイテウォン3次1周年のデモに行って、で、その翌週、ヘテ君が行ってるんですよね。はい。はい、ちょうど現地レポートをや,、うん、やっていいタイミングだと思います。はい。はい。 え続いてあのニューストピックですね。ユン大統領の義母、懲役1年確定です。うん、これ、すごい事件なんですけどもね、でも韓国メディアも伝えてなければ、日本でもほとんどニュースになってないですよね。まあ、拍手でいいよ、これは <laughs> うです、ね。拍手ですね。はい。でただ、1年は、やったことに関しては、この1年の罪はあまりにも短すぎると。 いうのも事実なんですね。はい。やります。詳しく。はい。はい。で、大統領、えー、生徒持実調査。これは毎週やります。はい。それから麻薬捜査。えー、俳優の人たち、みんな陰性が出ていますね。二人とも。はい。大きくこれ報道されてたんですけども。はい。それからついに、えー、はい、ハンドンフン法務長官の妻がマスコミに登場しました。以上のニューストピックです。はい。 それから、えー、特集。これ韓国で今連日非常に大きな話題なんですけども、えー、ユン・ソン・ョル大統領の驚愕の言論掌握これは KBS に対してですね、公共放送 KBS に対して、はいえー、写真にありますように、えー、メインアンカー、21時9時の時間です。のメインアンカーに、えー、前日に交番通達を出して、 つまり、視聴者の皆さん、さよならありがとうございました。って、お別れの挨拶ができない状態だったんですね。で、4人切られたと。4人かな。はい。という KBS の状況です。はい。ただ、えー、これ、状況で、来年の選挙にうまく、それで KBS を掌握したいというのが、ユン大統領の狙いなんですけども、その、保守の画像と言われるキョンサンド、テグ、 釜山を中心とした保守の画像なんですけども、ここで与党が2分裂ではなくて、保守3分裂の可能性が高まってきたということをお届けしたいと思います。うん、はい。来年の総選挙、4月の,つの10日が投票日ですね。それに向けて、その、あの、それに向けた番組をお届けしていきたいと思います。はい。はい。ね、選挙モードに完全が入ってきましたね。 じゃあ、韓国の市民デモの現地レポートですね、ヘテ、ね、さんの方からまずね、その前に、えー、時間的に言うと、僕が行った10月の29日のイテウォン惨事の1周年が、はい、そのヘテ君が行った1週間前なんですね。はい、そ,そこで、えー、と前回伝えたその、えー、だから演説 あの政党の代表の挨拶への字幕ではなく、僕が撮った映像をちょっと2分間です。はい、これですね。はい、じゃあ再開しますね。はい。でこれは、えー、自分が10月の29日に現地で直接撮った映像なので、ちょっと日本語の実況が、えー、聞きにくいと思うんですけども、お聞きください。お願いします。はいはい 通る視聴者前広場です。ご覧の通り、やはりあのー、感じるのは、さっき何回も言ってますけども、家族で来た、親子で来た、恋人同士で来た、友達同士で来た、まあ、そういう方が非常に多いと思います、それがこの事件の性格を、イテウン探知の性格を意味するんではないでしょうか。 やはり政治としてあってはならないことなんですねごめんなさいいなかそして申し訳ありませんそして忘れません

신념이 것입니다 분명히 말합니다. 정권은 유한하고 국민, 국민을 이기는 권력은 없습니다. 확실히 모시겠습니다. 정경 정경에는 기관 기관이 정권을 보고 억울한 국민 없는 정부가 없습니다. 정부와 여당에 말합니다. 정부 여에 대해 이 억울한 국민들이 그리고 그로 인한 시민의 일 이 정권을 는무뜨릴 것입니다. 예, 랍니다. 자, 권을가로챌でし 인간적 고통에 인간적이쟁으로 군대하는 자들을 심판할 것입니다. 인간적 고통에 대해서 에, 일어설 것입니다. 제포 책임자의 무시와 외면으로. 가라. 난 가슴을 메워준 것은 얼굴 모르는 시민들이었습니다. 남이 아닌 자신의 일로 받아들여 준 우리 공동체의 이웃들이었습니다. 북한은 있 우리의 공동체는 지킬 것이다 안전하고 따뜻한 사회를 はい.はい.うん.괜찮습니はい、いいです。ここまでで。 まああのやっぱね、デモの最中だとやっぱこうやって実況しながら、日本語で実況しながら中継しても大丈夫なんですけど、やっぱ集会の時だとやっぱり声が気になるって主催者側から、うん、<laughs> まあね、言われちゃったんですね。まあしょうがないですね。うん、だからちょっと聞きにくいと思うんですけども、この雰囲気は、やっぱり、あの、これから韓国市民どんどんやっぱりこの活発に、えー、立ち上がるなっていうのをすごく感じましたね。はい。うん。 まあこの現地へのこの迫力がある映像だったと思いますはい、はい、あのいいすかえっと遺族の方とあとまあその国会議員とかの方がね、うん、あのこうやって登壇されたと思うんですけど、はい、それ以外でなんか出てきた人っていますか遺族議員以外はえっ、ー、とですねあのセオル号の遺族あ<ー>それからはい,はい、はいはい、あと明石大橋 あのヘティ君生まれる前かもしれないなはいはいはいあの事故ですねはいえ日本人がってことですかそうです日本の方ですはいはあなるほどはいはい似たようなこ、ね、遺族の方が喋ってたあとはあのえだから音楽家手とか歌手とか劇団の方とかだったような気がしますねはいなるほど分かりましたはいじゃあ、はい、よろしいですか はい。じゃあ次はその次の週ですね。はい。ヘデ君の行ってきたデモですね。<あ>はい。はい。これは何の写真ですかね。はい、あ、はい。えっ、ー、とまあ僕が行ってきたあのデモの風景なんですけど、うん、えっとまあその最初にあの出発した地点からその大きなそのいろんな団体とかの人たちがあの袖ムーン刑務所の周辺でこうみんなで集まって。 あの大きな集会やってるってことでそこまで移動してたんですけどその途中途中でそのすっごいそのスタッフの人たちがそのステッカーをどんどんあの地面から <laughs> ポ,ポールからにどんどん貼ってってああなるほどで周りにそののまああの警察というか、うん、警備の人もいるんですけどもうその取り締まってらんないからもうほぼスルーしてましたね <laughs> でナチュラルにやってたからなんかすごい面白くてわあすごい韓国はそんなにうるさくない うるささくなさそうですよね、でも考えればほら、横断幕とかもむちゃくちゃあるでしょ、街中に、政治的な、えー。そうですね。日本ってかなりうるさいんですよ、はい、これ、本当に、街中でこれ、えー、政治的特に政治的なビラとか貼ると、韓国ででもうるさいですかあどうなんでしょうかね、私は。昔い,いた頃と今では違いますからね、時代が。うん、うるさくなさそうな感じですよ、はい まああのこの服を見たらわかるんですけど、新保党の人たちで、うんうん、最初に新保党の集会参加してたんですけど、はい、まあ思いっきりそのベストを着ながら <laughs> 張ってるから、わすごいな、そうだね、いいんだっていう <laughs> 市民の見えるところでね <laughs>、うん、<laughs> はい、そんな感じです。じゃあ次の写真ですね。はい、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 これがあの民主総決起というね、はい、民主労争という韓国で一番大きな 労働組合の人たちが主催している集会ですね。うんうん、で、もう本当にちょっと、まあ、もう先が見えないぐらいまでずっと人がいましたね。うん、あの、最初、その一緒に行った先輩と、あの、どこまで続いているか見に行こうって言って歩いてたんですけど。あ、もうこれ終わらへんなと思って、途中でやめましたね。三 <laughs> 十 <laughs> 万人って報道ですよね。本当ですか。うん、あ、すごいですね。うん、はい、はい、はい。まあ、でもね、これ以上の数がね。 あのパク・クネ断崖の時はいたわけですから、はい、そう想像するとちょっとすごいなっていうに思いますねだからやっぱ勝はやっぱ本当労働組合だから労働組合だけじゃなくて農民団体とかもやっぱり集まってるんですよはいはいだからその動員力っていう意味やっぱすごいんですよだからこれがね,ね僕ねキャンドルん集会と一緒にやればすごいなと思うんですけどもやっぱただね家族連れが <laughs> パッと言って入れる雰囲気なのかなっていうと僕も映像を見ながらそこがちょっとイフなんですよね。そうですね。カップルで参加したいと思うかどうかっていう。<laughs> はい。まあその労働組合系で言えば多分その普通にその小物売りというかその個人事業主向けのなんか小さな集会、はいはい、小さなというか別で集会もあって、うんうん、ちょっとね、その同じようなその,あの労働者の集会って言ってもまた別の種類もあったかなっていう感じでした。あ、なるほど。はい。はい

あの、チラシをなんかめっちゃ貼ってて、で、その上をそのデモを警備する警察が何気にすることなくずかずかと歩いてってるって写真。ああ、これは警察か。<laughs> なんか嬉しくてニヤニヤしてましたね。なるほど。一緒に行ってた先輩とおほほーって言いながら笑いながら見てましたね <laughs>。このユーストンネルのこのサングラスは多分、パクチョウヒのパロディでしょうね。ああ、はい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 。<うん S 1> なるほど。ちょっとね、マフィア映画の。 ますね,、うんうん、ねまあ引退したらあのマドンソクあたりが演じるんじゃないですかね。はい <laughs> ではいは、まあ、次ですけれどもえっとこっちがあの僕が夕方に参加したチョップル集会ロウソク集会ですね。はい、はい、えっとまあまあやっぱりそれなりに人いましたあの多分まあ韓国の多いと言われるでも中ではそうでもないんでしょうけどままあまあ日本から来た自分としてはあのおいい感じの人数いるなっていうぐらいで。で まあその集まった人たちで、まあ前に立ってる人たちがこうみんなで踊りましょうって言って、はい、こう踊りの振り付けをその場でこう教えて、はいはい、それなりにちょっと複雑で難しいんですけど、うん、でそれをみんなでこうやって、途中途中その郵送にンニ手品だらみたいな感じでこうメッセージも入れるみたいな時間もあって、はい、楽しかったですね。はい。あのー、こう韓国のデモで有名なその、えー こうお,おばあちゃんたちがこうあのお尻に敷くマットを売ってくれるみたいな生で見れてああ <laughs> これが本物のみたいな、うん、<laughs> 新鮮な感じもありましたうん、うん、はいそんな感じです次この日のデモはねはい、はい、結構やっぱ韓国の中ではかなり少なかったと思いますよキャンドルデモはでも日本から行ったらやっぱりこのすごい数がそれでも多いし、うん、でやっぱりあの街頭の反応とかねあとやっぱり えー、カップルで参加しやすい、できるとか、そういう雰囲気はやっぱり全然違うものを感じたと思うんですけどね。うんそううででですねジムもよろしいでしいょうかか次の動画かな参加してみて、なんか盛り、はい、だんだん徐々にこうやって盛り上がってきてるって感じがしましたか そうですね、あと、まあ、でデモの,あの動画流したらそれでわかると思うんですけどあの結構、通ってる人たちが見てまして繁華街というか,なんかそれなりにでっかいビルのところを商業施設の前をなんか通ったタイミングで、はい、路上にめっちゃくちゃ人がこうあ集まってこっち見てたんですようん、うん、でここな、なんでってこの人たちバス待ってるのかなと思ったんですけど <laughs> まあよくよく見たらずっと続いてるからあ俺たちのこと見てるんだなと思って。 驚いて、本当になんか反応の良さはあの人数的にあれなんでしょうけど、はい、すごい反応良かったですね。はい、で、まああの、デモであのみんなでその参加してる人もみんなちゃんと元気よくコールしてて良かったですしあの非常にその参加意識の高いデモだったなと思いました映像なんか見ながらのほうがそれ、分かりやすそうですよねね次のは、ね、はいじゃあ次は映像ですね。 かけますかはい。うん。プムル隊ですね。そうですね。途中でこういうふうにみんな乗って、あユン・ソンニョルの人形も踊ってましたあれいいですねちらっと。次、お願いします。はい の叫ぶ時間いいですよね。ああ、そうです。大統領のところまで届けましょうみたいなことですよね。はい。はいはいはい。だいぶです。次で。最後ですね。はい。お願いします。ね盛り上がってきて、感じがしますね。はい。はい。じゃあ、一応これで、あれで、現地レポートは終わりです。もう一個あるんもう一個ありますもう一個ありますね。あそうです。はい、すいません。い。いきます。

沿道の,、ね、の人たちもこうノリよく反応してるっていうのも伝わると思いますしはい西田さんから話は聞いてたんですけどやっぱ音楽がもうすあの結構なハイペースであってうん、うん、それが楽しいですねみんなで一緒に乗ってでその途中途中にちょっと力入れてでまたすぐはいじゃあ音楽ねみたいな感じの,あのすごいテンポよくエネルギー貯めつつできるんで勉強になりました。はい <laughs> ここで言ってるコールが、あの、プッキムダンケヘチェハラ、だから国力と与党を解体せよ、なんですけども、思うんだけど、こうずっと沿道でこうやるって、やっぱ結構勇気いると思うんですよ。勇気っていうか、その、うん、すごいシンパシーがないと沿道でこうやってね、なかなか一緒にこや,やれないんですよね。<ー>写真撮るまでは、あの、こうやって動画撮るまでは、まあ結構普通にできると思うんですけども、やっぱ、 こんだけやっぱすごいシンパシーのいる人が沿道にこんだけの率でいるんだなっていうのはすごい伝わりますよね。うん、そうですねまあ、あとね、あの沿道もね結構あの見てる人たちも多くいるんで、多分そういうの心理的なそのハードルみたいなものもちょっと低そうな気もします、ねはい,はい。自分だけが見てるわけじゃないっていう、そう,そういうのも両方相まってのことだと思いますし、うん、はい非常に関心の高さだね。えーうん あと僕が、あの本当は、えっとね、時間があればやりたかったんですけど、だから、先週、あ、二日前の土曜日のデモではよ、よくわかるんですけども、司会者の人がね、その、沿道の皆さん、パンガスみナカムサハムナだ、って、市民の皆さん、んありがとうございます。<laughs> パンガスみナ <laughs> こんにちは、って、えー、すごいやっぱ市民に向けて言ってんですよね。えー、で、日本ってそれがやっぱり、 すごい少ないなっていうか、でも参加者の皆さんっていうふうにね、挨拶するね、<laughs> 司会者結構多いんですよ。えー、そうですね。うんうん、なんかこうね、口だけでその一緒に歩いてくださいっていう。 本当に歩いて欲しいてしんかお前、うん、<laughs> やっぱりね、そこがやっぱ全然伝わり方が違うなっていうのはやっぱり本当に思ってて、さっきの,あのヘテ君に言ったやっぱ音楽のこともそうなんですけども、でもすごい僕不思議なのは、やっぱ韓国のデモに参加する人って、日本の市民運動でもいっぱいいるんですけども、うん、なんでこれ日本でやっぱ自分たちは実現しようと思わないのかなっていう、その韓国で盛り上がってますね、すごいですね、でとどめる人が。 多いいのがが不思議ででしょうがないんですね、うん、まあだ僕も本当いろんな市民運動のデモに行って、そこら辺に伝えたいなと思うんですけども、なかなか忙しくてそう、日本の市民運動にも参加できてないんだけど、もっとやんなきゃと思いました。はいはい、ありがとうございます。以上です。はい、じゃあ次ですね。はい、じゃあ、現地レポートはこれで一応終わりということで。はい、はい はい。えー、韓国ニューストピックです。今週もたくさん、この2週間であったんですけども、えー、短いトピックをサンホンさんにまとめていただきました。お願いします。はい。はい。えー、っと、ユン・ソン・ヨル大統領の義母、チェ・ウン・スン被告が残高証明偽造で、懲役1年が確定しました。はい。大法院で確定でございます。<laughs> え大法院、だから最高裁判所で確定したので、もうこれ、これ普通1年でしたら、もう半,半年もしたら出てくるんですけど、あまりにも悪質なので、1年まるあの入ることになって、<ー>来年の7月まで出てこれませんなるほど、もう考えたらこれすごくて、やっぱり今、大統領、だって本当、毎週のようにこん、先週アメリカ行ったら、今週ヨーロッパ行くとかって、海外旅行してるわけでしょ、夫婦で、ユン・ソンによる夫婦が。はい <laughs> で、海外の首脳とかで、キム・ゴニーが握手してるのに、その義母が、お母さんが1年の刑で入ってんですよ、刑務所。<laughs> これ、すごい事態なのに、韓国のメディアもあんまり伝えてなければあ、日本のメディアはもちろん全然伝えてないんですけども、だって毎週毎週、キム・ゴニーが海外に行って、こうやって、ファーストレディーと会いましたってマスコミが言ってるわけでしょ そのお母さんが、ね、捕まってるって報道してないってどういうことなんだって思いますけどね、うん、これ国内メディアが報道したかったらやばいですよね、うん、他に何報道するのみたいな話で <laughs> <laughs> いやだから本当にねこれ本当でしたね5年ぐらいの経緯が受けるべきなんですけどね、はい、あのこれ、うん、残高証明を偽装したという罪でなったんですけどこれ偽装してそれで詐欺 詐欺行為を働きましたからね、はい、そのところを検察がすっぽり外しちゃったんですよね。はい、これで詐欺で、うん、えと詐欺をした金額ってどれぐらいでしたっけ ?394 億ウォンの偽装で詐欺で稼いだ額って。まず、あのーあれで、これがあれでしたっけ、老人病院ですよね確かね。 え補助金20億か30億ウォンぐらい、まず、あの、ネコババしてるんですけど、はい、それを、は、他の人間の有罪なんですけど、チェーウンスンだけは、あの、外れてるんですよね。うんうん、とか、あのー、その他にもいろいろとありますよね。この349億ウォン、あのね、罪状が多すぎて、どれがどれなのか分かんないんですよ、本当に。そうですね。うん、この他にも罪状いっぱいありますから。はい。 まあこれを報道させないっていうのがまあさあの、ね、さっきヘテクも言った、これを報道させないっていうのが、後で今日扱うメインテーマの KBS への、えー、言論昇格とも関わってくるわけですね。わかりました。うん。まあ、あこんなところで、じゃあ次に行きます。はい。はい、あの、日本でも有名な韓国のですね、麻薬汚染。えー、それで、 えー、u アインという俳優が、ま、捕まって。結局ユーアインは、プロポポルだったみたいですね。プロポポルだけ出てる。プロポポルって言ったら、あの、えー、病院で打ってもらうんですけど、あのー、サムソンのイジェオン。あ、はい。はい、会長とかがそれやって問題になってるんですよね。うん、やってて。よくあの、海外、アメリカとか行って、病院でちょっと薬、 あの、病気になったときに打ってもらって、それで元気になったんだけど、それが、ちょっと、それが、あの、まあ、癖になって、やめられなくなってくる。それ日本に、韓国に帰ってきても、あの、病院で打ってもらったりしてるっていうふうなものですよね。それで、その他にイ、イソンギュンというね、韓国を代表する俳優、あと、GD、G ドラゴンですよね、ブッキーボンのリーダーが麻薬、 うんというふうに疑われたんですけど、両者ともあの陰性で、になりました。結局、この麻薬捜査っていうのが、でっち上げだった可能性が高いっていうことが、ほぼ確定的になってきましたね。うん、ただ、このイーソンギュン氏はね、なんか大プロジェクトのね、作品を作ってて、180億本ぐらいなんか、 かけたらもう対策を、それが今パーになっちゃったみたいですね。はい、ああ、そうなんだ。ええ、ね。うん、それで GD だってこれでやっぱり打撃を受けるから、ビッグバーンのイメージは悪くなるしかないですよね。だから本当にね、K、K カルチャーを本当に見事にぶっ壊している。はい。<laughs> ということですよね。はい。あの、警察、検察って言ってもね、その、あ警察か。あの まあいろんな情報を持ってるわけじゃないですか。はい。で、まあ、もうちょっとなんか、あのね、有名で、そしてちゃんとその薬物を使ってるっていう人でもなんか引っ張ってこれそうのに、なんでこんなぐだぐだなんですかね。あの、<Okay? S 2> まずですね、あの、この、使ったっていう人間だけ騒いでて、うん、売ったとか、それに誰一人捕まってない。ああ、はいはいはい。うん。だから、最初からそれを捕まえて、どうのこうのやる気がないんですよ。 話題作りでやってるっていう感じですね、うん、まあ一時、はい、先,先週も言ったように、やっぱり本当ね、ねフィリピンのドテルテが麻薬戦争で国民の支持を、うん、<laughs> あの訴えようとしたのと同じように、もう何やってもやることなすこと何もできないから、うん、ハン・ドンフンとユン・ソンニョルが麻薬をの捜査をやってますってことを言って、マスコミがそれを取り上げるって方法なんですよね。 うん、えそれで日本でもその韓国の,その保守系のメディアをそのまま取り上げて韓国で麻薬がこんなにひどいんですってことしか <laughs> 日本では報道しないんですけども,もうこうやって見るとあんまり日本の芸能界と変わらないですよね麻薬 <laughs> そうですねあんまり変わらない感じですよね東京はいうんまあそういうことですねはい、はいはい、次はなんかもうこれは報道 うちらは報道すべきか、報道し、はいはい、どうでもいいニュースなんですけど、一応あの、ハンドンフン、法務長官夫人が初めてマスコミに取り上げられて、あの、あれですね、ボランティアをしましたという、あの、ニュースなんですけど、これ、この奥さんをが、が注目されるべきじゃなくて、奥さんをこういう取り上げ、取り上げ方をしたっていうことは、 ハンドン,ンを、が、次の選挙で何かをするということが、うん持ち上げるために出てきたっていうことなんで、で今言われてるのが、なんか、濃厚になってきたのが、あの、党の執行部を,を解体して、えー、非常対策委員会を作って、うん、そこにハンドン,ンを つけるんじゃなないいかっっててう話になってますね、うん、つまりこの間のほら補欠選挙で大敗したでしょ、ね、でだから責任取って今までの、えー、代表はクビだと。うん、でそれで非常対策だからっていうので新しい人事なんですけどその場合あんまり手続きね、うん、大して手続きいらないんですよ。だから半藤ふがなれるんじゃないかって。それ,それでなんか半藤ふの嫁さんを出してきたっていうことはやっぱ半藤ふの 成人利用しようううととといい動きだということが解説されてますね日本ではそんなことないで、はい、こんなふうに嫁さんが出てくるこは普通ないですよねちなみにこのボランティアっていうのは、だから結構、政治家の、与党の政治家の妻が大体やるボランティアなんですよね、<laughs> この赤十字なんとかって、うん、あの毎,毎年年末の、はい、ボランティアは。これ、キョンサンドのテグかなんかでやってるでしょ、これ。 ソウル中央区大観責事実はソウル事務所で開かれた。あ,あ、はい、ソウルですか、ソウルか。今だから、あのー、ハンドウフンが今どこで移行するかっていう話、比例という話と、今、手具で出るんじゃないかっていう話が出てきてますね。それに一枚感るただ、あの、この奥さん、もう、奥さん家族、家族、みんな犯罪者ですからね。 簡単に説明しますね。しま、ちば、みにこの奥さんは、んとね、妻は、えっと、キム・アンド・ジャンっていう、あの、企業弁護士ですね。はい、韓国最大の。<laughs> あそこで勤めてるんですよ。うん、奥さんもそう。<あ>っていうことは、だからね、<ー>だから、ハンドンフンが法務長官で、えー、妻が、その、キム・アンド・ジャンって企業弁護士所属なので、これ完全にだから、企業の利益を、だから、ほん、企業の利益を代弁しちゃいけない、えー、はい、ハンドンフンが法務長官にとるから、 これって本当に利益、うん、なんていうのかな。まあ、利害関係がだから、うん。企業側の露骨な利益を代弁することになるんですよね。うん、ズブズブですね。はい。で、うん、この娘娘はアメリカで、えっ、ー、と、アメリカでその論文を <laughs>、その全部そのほら、えー、論文執筆を代読する人いますよね。あの、論文を代わりに書く人。あはは。代筆、うん、ね。うん、ゴーストライターに論文書かせて、 でそれで名門大学に、うん、あれ、受かったんでしたっけイエール、イエール大学なんか入ったんですよ。はい、入って取り消されたんでしたっけいやいや、一応入りましたよ。入ったんでしたっけはい。入ったんですよ。で、その、韓国人はこんなことみんなするのかって、そのほら、韓国人全体のイメージが悪くなってんですよね。ええ<ー>。<laughs> 娘のおかげで。で、この、だから、えー、ハンドンフンの妻のお姉さんか。 お姉さんがそういう、えー、論文を、偽の、あんだから、論文を代筆したりとか、そういうコーディネーターをやってるのが、アメリカに在住してて、アメリカの一流大学に、あのー、裏入学できるようなコーディネーターをしてるのは、この、アンド・チン・ウンジョンのお姉ちゃんがやってて、それで、えー、娘も、その、そこを利用して、大学に入ったという経歴ですね。はい。 それ以上にすごいのは、このチ,ョンンチンウンジョンの、あの、弟。はい。弟は、ケンで、元検事でいたんですけど、ハンドンフンと一緒に検事をしてたんですけど、えぇ、ー、の飲み会、ケン同士の飲み会で、えー、後輩の検事をホテルで暴行しました。性暴行しました。あら 合姦をして、それがバレたんだけど、結局、内々にして、一応退職願いをして、なかったことにして。とんでもない、ね。なかったことにして、そのまま、えっ、ー、と、どこだったっけな。あのー、サムソン系の、あ、CJ だ。<ー> CJ のホーム、えー、ホーム理事として、そのまま横滑りして入っていったっていう人間ですよ。ただ、それが、 あのその後に訴えて、えー、それが有罪判決が出て <laughs> あの、懲役8ヶ月の懲役が出て、一応、執行猶予はついたんだけど、うん、有罪判決が出たんですよね8ヶ月ってなんだよなって、本当ねあのそ、ソジヒョン検事って、女性検事って知らないですか、ほら、えっと、日本、ね、あの伊藤詩織さんと対談とかしてる、韓国のこのほら、性<ー>、えー、暴力、MeToo を代表する。 何年か前、すごい、代表する方だったんですよね、総チヒ検事って、うんうん、最近も検事、えー、も,も辞めたのかな、もう出てこなくなったんですけども、メディアにも。うん。あ、この前、辞めまなんかあってやめ、ま、辞、えー、めさせられましたねはい、うん、結局、最後まで結局、この自分のだから、えー、暴行、性暴力の裁判で勝てなかったんですよね。うんうん まあだからこのハンドンフン一家を、まさに本当、チョグク一家を、このハンドンフン一家のように、こんなあちこちで腐敗だらけで犯罪だらけだっていうふうに、ハンドンフンとユン・ソンニョルがえ検,察を検察のマスコミを使ってやったんですけども、実際、チョグクの方は無実で、こっちの方は真っ黒だってことなんですよね。このアボジがでですね、えー、あの有名な検事で 昔、ウォールゲスという会を、えっ、ー、と、検事のな検察の中で作って、あの、グループを引いてたらしいんですけど、それがどういう会かって言ったら、月に1回ウォールゲスの毛っていうのは犬で、うん、犬を毎月食べに行くっていう会を検事でやってたんです、うん。それで、あの、すごい不、不法なこと、不正不法なことをやりまくってた検事で有名な人が、この、 ウチン・ウンジョンのアボジです。うんそれ考えたらやっぱチョグクさんに国会議員本当になってほしいり、ねはいうん、だから比例だと確実に受かるんですけどやっぱ比例じゃなくて地域でどっかで勝って、うん、比例でなんか十何パーセント取って国会議員ですっていうよりもちゃんとそのほら地域でどこでもいいから勝って国民の審判を受けましたって形でやれば。 相当尹政権の正当性をぐらつかせることができると思うんですけどね。直国体、ハンドオは。いや、同じ軸ではさすがに出れないと思います。<laughs> <あの> <laughs> えっとオン,ンは保守がかなり有利なところで出るから。まあ、そういうことで、まああのー、よくノコの顔を出せたなっていうふうに私は思う夫、うん、人ですね、はい。そういうことです。 じゃあ次に行きます。はい。はい。はい、一応これから、毎、毎回、えー、やっていきますけれども、大統領のが、えーし、ちゃんと仕事をしてるかしてないかということで、え、しているという評価をしているのが、あの、この電話調査では、えー、32.5%。それで否定的、してないっていうのは65%。 ダブルスコアで32.5%の差がついてますね。それで ARS、うんえー、ARS 調査では、これはあの電話ではなくて、ね、自動応答ですよね。うん、自動応答のやつでは29.8%の差がついてす。これ、この時期に、あの、来年の4月の選挙を考えると、とんでもない、うん、あの、与党側としては、 もう本当に勘弁してくれっていう感じの数値ですよね。それで政党支持率は、あの、電話調査、青側が、えっ、ー、と、特論民主党です。共に民主党で、赤が国力党ですね。電話調査では15.3%がついています。A、ARS では16%。これはあの、えー、世論調査、子、花。 っていうやつのやつですけど、ギャラップでは、またとんでもない数字で、与党の方が、あの、えー、なんて人気があったりしたりもするんですが、もうギャラップは正直言って完全にね、おかしい、ありえない数値が出てくる世論調査会社になっちゃいましたね。はい。ギャラップは韓国のギャラップ、全く信じられない。ギャラップはずっとね、与党の方がシリーズ上なんですけども、あの、先月の、 えー、観測の補欠選挙で17%で与党が大敗したにもかかわらず、いまだに与党の方が支持率上なんですよね。<ー>で、あの観測の、えー、選挙の前も、ギャルップではあ、与党勝つでしたっけ、うん、与党が、<か>与党が上回ったと思いますよ。勝つってギャルップだけ与党のが上回ってましたね、うんうん、で。他はね、なんか接戦だとかね。ね5%とか4%ぐらいのさ。うんうん、で、やはりこの、 えー、キム・ジンの作っているこの世論調査、こ花が、まあまあ、始まったばっかりの1年も経ってない世論調査機関なんですけども何がすごいかっていうとこの間の、えー、観測の主張、えー、補欠選挙一番正確にやってたのはここなんですよね、うん、へーすごい、うん、でもやっぱり韓国の大手メディアはここは取り上げないですね、はい、じゃこれは毎回、ね、やっていきますので。 はい。はい。じゃあ一応ニューストピックはこれで終わりです。はい。はいは。はい。今日のメイン、はい。えー、今日のメインのテーマですね。ユン・ソンニョ・ヨル驚愕の言論小学、MBC ということで、えー、まずは、KBS ですよ。失礼ました。<laughs> KBS ということで、まずはですね、えー、KBS の、この、さっき言ったようにメインアンカーに、 えー、金、えー、金曜日の夜、視聴者の皆さん、来週もよろしくお願いしますって <laughs>、やった、この、9時のニュースのメインアンカーに対して、日曜日の夕方に、来週から来なくてもいいからって <laughs>、通告を出して、だから視聴者にお別れの挨拶もできない。えー、なんでやめたのかもわかんない。状態で KBS のメインアンカー、どんどんその首を、有名なアンカー何人かを首切ってるって状況なんですね。

앵커 교체 발표는 사전 예고 없이 방송에 임박해 나왔습니다. 3년 넘게 방송해 온 라디오 시사 프로그램 주진호 라이브는 특별 프로그램으로 대체됐습니다. 네, 안녕하십니까? 오늘부터 특집 일라디오 저녁을 진행하게 된 KBS 김용준 기자입니다. 진행자가 돌연 하차했기 때문입니다. 해당 프로그램 PD는 대통령이 박민 KBS 사장의 임명을 제거한 지 3시간쯤 뒤 아직 발령도 나지 않은 라디오 센터장 내정자가 전화를 걸어 진행자 교체를 통보했다고 밝혔습니다. 라디오 PD들은 제작 자율성을 침해한 황당한 통보라고 맹 비난했습니다. KBS의 주요 보직 33명의 인사도 결정됐습니다. 박민 신임 사장이 첫 출근도 하기 전 대대적인 물갈이 인사를 먼저 한 셈입니다. 그리고 메인 뉴스인 9시 뉴스, 뉴스 9 같은 경우는 지난 금요일까지 진행을 했었던 이소정 앵커, 역시 마찬가지로 일요일 저녁에 전화를 받아서 하차 통보를 받았습니다. 그리고 지난 10일에는 아침 방송, 뉴스 광장 진행해왔던 김태욱, 이윤정 앵커, 그리고 오후 4시대 뉴스 프로그램인 사사건건에 이재석 앵커도 이미 하차를 한 바가 있습니다. 이렇게. KBS 구성원들로서는 황망한 일이 그야말로 며칠 상간에 순식간에 벌어지고 있다. 굉장히 방송 환경이 급격하게 위축되고 있다. 이런 말씀을 드릴 수 밖에 없을 것 같습니다. 이게 방송법에 편성의 자유가 있고 누구도 편성권을 사장님이나 이런 분들이 편성권을 그 간섭할 수가 없거든요. 그러면 이제 이 관련해서는 방송법 위반 여부도 문제가 될 걸로 보이고요. 그 다음에 편성규약하고 단체 협약, 노동조합과 그 사측이 맺었던 단체협약이 있는데요. 단체협약이 노동법보다 우선 적용되는 건입니다. 그래서 노동법과 관련된 위반 여부, 방송법 침해 여부, 요런 것들이 문제가 될 수밖에 없는 상황이 아닌가 싶습니다. ミュートなミュートなってます。あ、すごい。あの、すごいですよね、ほんとに、はい。まずね、でも、KBS と MBC の違いを説明した方がいいかもわかんわかんないですね。はい。はい。はい。だから、K、KBS は日本でいうと NHK。まあ、だから、こ公営放送、公営公共放送ですよね。はい、公共放送ですね。え、MBC MB も公共放送なんですけども、MBC の M って文化の M なんですよ。 うん、無駄。だから、そのなんていうかなんか、例えば NHK の文化部門だけその別放送局になったってイメージでやるといいんじゃないですかね。うんうん、で、両方ともその人事権は結局ね、あの後でもやる、えー、放送通信委員長っていう大統領が任命する、えー、その人間が持ってるんですよね。で、簡単に言うとこの,、えー、その大統領が任命した、えー イドンガン、あのだから、あれです。ザ、えー・ザ・ <laughs> ザグローリー2です。リアルザ・グローリーです。<laughs> が、イドンガンがその都合、あの人事介入しようとしたんだけども、えー、KBS の人事介入には成功して、MBC MB の方は失敗した。MBC の方の人事介入はこれ違法ですって、裁判所の判決が出ちゃったんですね。なるほど。で、 その KBS の方はもうほ本当、好き放題やってるんですけども、うん、ただ、その KBS を追い出された人たちが MBC にやってきて、<laughs> こんなひどいことされてます、こんなひどいことされてますってことを毎日訴えて、<laughs> 毎日 MBC の方が、KBS に対してこんなひどいことを大統領はやってますっていうことを毎日報道してるという状況なんですね。なるほどはい いやなんか新社長が就任してすぐ降板させられるのとか、なんていうんだろう、こういうなんか政治ドラマとかでねいろいろありますけど、さすがになんか僕、ドラマ見ててその展開になったら、いや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 みたいな、ちょっと僕、思ってたと思いますね。そんな展開あるみたいな、<laughs> ちょっとドラにしても笑っちゃうというか。いや、本当にね、絶対ありえないことが起こるからね、本当に。 ね、あの日本でね NHK を掌握した時もねひどいって言ったけど、はいはい、あのこれ数時間ですからね。ドラマを超えてますね。<で><で>社長に就任してから3時間後にはもうみんな首にしていってますからね。はい、出社してないのに。社長が出社する前です。そうです。すごいわ。まあ、ただそれだけ逆に言っても焦ってる。だからユン・ソンニョルにしてみれば、MBC。 MBC、KBS 両方とも掌握するが理想,理想だったんですよ。で、片方しかできなかったから、もう来年の選挙のまでにその片方の方だけで、なんとか、あのーま、プロパガンダ放送を流すっていうのがやっぱりユン・ソン・によるの戦略なんですけども、<ー>まあ、それで言うとやっぱり MBC の方がやっぱ掌握されなかったのがでかいんですよね。はい、こんなひどいことされてますってことを <laughs>。で、今 MBC が人気ダントツ1位なんですよ。 あらゆる放送局の中で。まあ信頼度が高いです、ねうん、でどうだっけ、確かね、視聴、えー、だから、えー、視聴者数で1位が MBC で、2位の KBS、3位が朝鮮日報だったかな、で4位ニ,ュースニュースですかあニュース、はい。はいはい、で2 2位、2位、3位、4位、全部合わせたよりも、MBC のほうが視聴者数が多いんですよ、今。あ 全盛期の北斗のけみたいになってるんですね。うん、なるほど、古いですね <laughs> すごい、はいねまあ、その状況だから、はい <laughs> うん、生まれる、生まれるまでね、<laughs> あ流してください。<laughs> はい、まあ、えー、まあ救いがあるかなというふうには思いますね。うん、じゃあ、うん、次に切られた人たちの一覧表を見ると、もっと分かりやすいですよね、次の表をね。あのこれ、本当、一部ですよね。 はい、まずあのメインアンカー、キャスターですよね、はい、イ・ソジョンさんがね、日曜日、日曜日も明日がから出てくるなっていうことですよ、ね、<laughs> 金曜日には来週も、視聴者の皆さん、来週もお元気でってやって <laughs> <laughs> それで上のチェ・ギョンヨン記者とホン・サフン記者って、もうあの、ある意味で、KBS を代表する、うん、人たちで。 チェギョンヨン記者っていうのは25年か30年ぐらいもう近くいて、ホンサムン記者も20年以上いるんじゃないかな。はいはい、で番組を持ってて非常に人気があって、あるんだけど、それをこの社長を収入する前に2人とも辞めたんですよ。もう、あこれはもうやばいなと思って、もう自分がい得とこはないなって思って辞めたら、まあ、イーソジョンアン,アンカーも首切れ、その他にもみんな首切られて、 あと、外の人間で、これ、この人は KBS の社員だけど、うんえー、中締記者というのは、まあ、えー、中締ライブという番組を持っていて、それで、それが、就任する前からあの、パンミン社長は、えー、中締の番組だけはなくすとかいうことを、ね、平気で言ってたんですよ。だから中締の番組はなくなるだろうとは言われてたけど、 就任する前にもうなくなって、明日から出てくるなっていうね <laughs> あ。社長が出勤する前にね、もう亡くな、あの、出入り禁止になりましたからね。荷物も持って出れなくなったっていう <laughs>。はい。<laughs> それで、あの、ザンライブっていうね、あのやつやって、KBS でチェーウっていう司会者がいるんですけど、これもその亡くなったんですけど、 このチェーウっていう司会者はすごく人気があって、あの、キモジュンのニュース工場に匹敵するぐらいの視聴率を持ってるのは、大国できるのはこういう、うこのぐらいしかいないわけですよ。はい、毎日100万人 YouTube 見てますね。はい。自分の YouTube チャンネルもあるんですけども。え、メブ、メブ<ぶ>。マーブ賞ってね、あるんですけど、そっちの方はもう本当にすごい、あの、んですよね。今も。だそれも、はい、それも、その、中耳にと一緒に切られたわけですよ。 KBS で、はい、人気ある番組はみんなこうやって反かを切って売ってるわけですよ。<laughs> どういうことだって <laughs> 人気ある人って言ったらなくら本当にね KBS 潰れちゃう潰そうとしてるとしか思えないですよね。あ実際潰す気でしょうねだからその、うん、ク・ミン新社長だからユン・ソンニョルがやってるのが今まで KBS の, K の、えー、視聴量っていうのは 他のなんかガス料金とかと一緒に徴収。電気料金。電気料金と一緒に徴収したんですよ。それをだから KBS だけ独立で徴収するってことにあって、うん、そうなったら収めない人いっぱいいるじゃないですか。まさ、うん、と財政基盤をまさと潰すつもりなんですよね。うん、KBS そのものを。うんうん、潰して結局民営化して売っ市長、はい、率を下げて価値を下げて安くなって、安くなったののところで民営化で売っ払っちゃう。 うん、っていう,ふうに考えてるわけですよね、まあ、放送法違反でもあるし、背任でもあるんですけども、はっきり言って、会社経営者として、背任ですよね。<laughs> イ・ジェミョンが背任だったら、これ以上の背任ないじゃないかっていうぐらいね。<laughs> だから、本当、この記者のうち2、3人が、えー、BBC とか海外メディア、韓国にいる海外メディア支局向けに記者会見やったら、もうそれだけで世界的な大ニュースになると思うんですよね、これね。うん いや、本当にそうですね。うん、だって韓国のめ、ほ本当に名物、あの、<laughs> 司会者、アンカーとかですよ。<laughs> それ全部みんなこうやって切っちゃ切っていっちゃうんだから、本当に。そうですね。あ、あアンカーがちょっと日本語の概念にキ、ねキ。キャスターですかね。キャスター、キャスター、プラス司会者、はい。うん、そうん。司会者ね、まあ。はい、だから、本当にね、あの、それを楽しみにした人の、 たくさんいるのに、本当に急に見れなくなっちゃうっていうね、本当に。なんか、韓国という国は本当すごいですよ、本当に。それでは、ここにあるジュの記者が KBS ではできなかったお別れの挨拶を MBC でする次の映像を見ていただきたいと思います。はい。じゃあ行きます。はい。 당사자가 돼버린 주진우 진행자 주진우 전 진행자네요. 벌써 직접 연결해서 이야기 들어보겠습니다. 주 기자님 나와 계신가요? 네 안녕하세요. 방송을 하실 시간에 저희들한 네. 인터뷰를 하게 되셨습니다. 네 MBC에서 KBS 얘기를 왜 이렇게 많이 해요? <laughs> 남 얘기 같지가 않아서. <웃음> 네. <웃음> 지금 심정이 어떠세요? 지금 폐북에는 머리가 어지럽고 가슴이 떨린다 이러셨던데. 자주 어지러워요. 괜찮아요. 네. 괜찮아요? 네네. 자, 연락은 언제 받으셨습니까? 오늘, 음, 9시 넘어서 전화를 받았습니다. 음, 누가, 네. 뭐라고 연락을 했, 했던가요? 새로 간부가 되신 분인데, 저도 잘 모르겠어요. 간부가 됐는데, 누구를 잘한다. 이 얘기, 저 얘기 하다가, 이제, 뭐, 회사에 오지 말라. 이제, 방송 그만두라. 그 얘기를, 어, 이렇게 정황하게 하시더라고요. 음 아니 그래서 아까 그럼 짐이라도 싸러 가야 되는 상황이었을 텐데 짐을 싸갖고 나오셨어요? 아니요 짐싸러못 갔어요 그, 국면이 네. 바로 고장면인데 그 네. 잠깐 시간 드리겠습니다 우리 KBS 아, 주진우 라이브 애청자 여러분께 비록 네. 여기가 MBC지만 마지막 네. 하차 인사를 여기서 좀 드리시죠 네, 네. 저, 저한테 이런 시간을 주셔도 주셔서 감사합니다 아 그동안 주지로 라이브를 사랑해주신 여러분 존경과 감사를 올리겠습니다. 항상 부족했는데 그래서 항상 죄송했습니다. 그래서 방송 끝나고 정말 많이 노력했어요. 저는 방송 전에 4 시간 전에 가서 모든 신문을 읽고 준비했습니다. 문화일보 기자 출신으로 KBS 사장에 지명된 박민 후보자 언론계의 가짜 뉴스가 진실을 압도한다며. 공영 방송을 정상화하겠다고 밝혔습니다. 정파성을 노골적으로 드레는 방송으로 국민의 신뢰를 상실했습니다. 하지만 문화일보 재직 시절 생 칼럼이 오히려 편향적이라는 지적이 나왔습니다. <목소리> 민주당과 소위 그문재인 정부 이재명 대표에 대해서는 거의 막저지에 가까운 얘기들이고 윤석열 대통령과 국민의힘에 대해서는 거의 찬양 일변도예요. 신문에 있을 때제 정치적 소신을 밝힐 겁니다.

そういう意味で来ないですよって言ったんですけど。まあね、<laughs> もちろん。信じるかっていう話ですけどね。<laughs> はい。だからこのね、えパクミンのこの文化、えー、文化日報の規模から言うと分かりやすいかもしれませんね。夕刊しか脱出しないんですよ。うん、はいはいはい。日本で言うと月刊花田ぐらい。<laughs> なるほどだから月。しかもその社長でもないんですよね。<ー>月刊花田とか夕刊婦人の <laughs> 一記者<え>一論説委員を NHK の社長に持ってきたあいご入管不自がいい例ぐらいじゃないですかね <laughs> なるほどなるほど <laughs> ひどいですね <laughs> はいあのだから中日には前日じゃなかったんですね当日だったんですねあ当日かはいはい当日か あのその日に来るなって言われて、うん、荷物も取りに行けなかったっていう話ですよね。はい。本当 <laughs> <と>そんな企業ないですよ。<laughs> それは韓国、ドラマネタつきないですよ。うん、いや、ね、<laughs> どこまで、ね、<laughs> やってもリアルですからね。<laughs> 現実の方が上回ってくるんで、ね。現実がドラマを上回ってるっていう言葉をね、しか、本当、それしか適当な言葉がないですよね。 うん、いやただ、やられっぱなしかというので、次なんですけども、うんえー、次のスライドが、<coughs> このパンミン KBS 社長を任命したのが、ドンガンなんですよね。で、この異動がんに対し、異動がんプラス、えー、腐敗検事2名、えー、これに対して、弾劾案を12月にはほぼ可決されると思います。うん 本当は11月にこの弾劾案を出したんですけども、も国会の手続き帳で、えー、これもちょっと話すと長いんですけども、説明するかな。だから、十、えー、11月に弾劾案を出したんですよ。この、イドンガンと、えー、検事2名に対して、1週間ぐらい前だったんですけども、はい、それが通過しなかったのは、なぜかというと、もともとね、えー、と、なんだっけ。 放送3法っていう、この要するに、このまさに KBS ですよ。政権が、えー、自由に社長とか人事に介入できないように放送法を変えると。それと、あと労働組合に対して、労働組合のストライキに対して、莫大なその損害賠償を、賠償を会社が請求でき,できないようにするっていう2つの法案を通過させたんですよね。うん、通過させるために、 えー、その通過をさせようとして、それを阻止するために、えー、与党側がフィリバスターっていう、要するに時間稼ぎの討論ですよ。はいはい、それをやろうとしたんですよ。で、そだから、あの本会議が開いてるから、その間に、この3人を弾劾しようっていうことを民主党がやろうとしたんですよね。うん、でも、じゃあ、与党側どうしたかっていうと、じゃあもう、あのーえー、フ,ィリフィリバスターやめますっていう。<laughs> 国会本会議を閉めますっていう与党側がやっちゃったんですよ。あこっちの方が大事。そうです <laughs>、えー、法案の場合はどうせあのユン・ソンニョルが、えー、拒否権使う権限あるから。なるほどで弾劾の方は拒否権使えないんですよね、こっちの。分かりやすいですねそう。こっちの弾劾を拒否させようと思ったら <laughs> 憲法裁判所なんですよ、この。と、うん、いうことで。 えー、この断崖は11月にはできなかったんですけども、まあ12月には間違いなく通るでしょう。えーうん、イドンがもう一度説明しますと、<laughs> えー、ドラマリアルグローリーの, <laughs> の現実版ですね、えー。息子のいじめ親の権力でもみ消して、で、イミョン幕自体の言論弾圧の主導者です。で、えー、右の方のこの辞めさせようとした検事のうちの一人は、 先週やりました、前回やりましたね。えー、捜査対象の財閥からスキー場貸し切りの接待を受けて <laughs>、身内の麻薬をもみ消して、うん、しかも、えー、野党代表、イジェミ捜査の中心人物だった、うん、イジョンソブ、検事です。すあこれが12月に弾劾されるでしょう。はい。プラスもう一つありますよ。はい。チンゴニー、特権。ゴニーの、あの、特権、特別検察。はい。 もうやりますからね12月に間違いなく。はい、12月に。ただ、それも拒否権を発動する可能性があるということですよね。はいただ、拒否権発動すれば下で間違いなくその、ま、すごいダメージになるのは、ユン・ソンニョルのすごいダメージになることは間違いないですね。うん、はいということですね。はいまあ、次にいきます。はい、えー、次の あ、えじゃあ、えっ、ー、と、ン動願のこの罪、だから弾劾しようとしてる、これもう全部やると長いので、これ、えー、与党、えー、与党、与党ですね。民主党のコ民ンジョン最高議員が列挙してるので、これを見ればわかると思います。短いので、えー、見てください。イド移動願방송위원장의탄핵은더이상은피할수없을겁니다。헌법과법률을위반한탄핵사유는차고도넘칩니다。 이동관 방통위원장은 기형적인 2인 체제로 5인 방통위의 합의제 정신을 위반해 방통위법을 위반했습니다. 합의제 행정기구를 독임제처럼 운영한 이동관 방통위원장의 위법은 용납돼선안 됩니다. 가짜뉴스를 근절한다는 명분으로 방송사에 뉴스타파 인용보도 경위 및 자체 확인한 사실관계, 인용보도 방식 및 팩트체크 확인 절차 등의 자료를 요구했습니다. 이는 헌법 21조를 위반해 언론 자유를 침해하고 방송 편성의 자유를 규정한 방송법 4조 2항을 위반한 것으로 방송에 대한 사전 검열을 부활시킨 것입니다. 세월호 참사 당시 이정현 청, 청와대 홍보 수석은 KBS 보도국장에게 전화를 걸어 세월호 보도에 개입하려 한 혐의만으로도 유죄가 확정된 바 있습니다. 방심위 심의 대상에 해당하지 않는 가짜 뉴스에 대해 방통위가 대응한다는 계획을 밝히고 이를 구체적으로 추진해 소관 사무 범위를 넘어 방심위의 업무에 개입함으로써 방심위가 독립적으로 사무를 수행하도록 규정한 방통위법 18조 1항 및 20조 1항을 위반했습니다. 넷째로 권태선 방문진 이사장 해임처분은 부당하다는 법원 판결에도 불구하고 거의 동일한 사유로 김기중 이사를 추가 해임해 행정기본법 10조 11조 방송법 46조 1항과 3항 방문진법 6조 사항을 위반했습니다. 다섯째로 KBS 사장 후보자를 추천하는 과정에서 KBS 이사회가 사장 후보자 선출 규칙을 위반했는데. 이동관 방통위원장은 KBS 이사회의 파행 운영에 대해 아무런 조치도 취하지 않고 오히려 이사가 사퇴하자 신속히 후임 이사를 임명 제청함으로써 이사회 파행 운영에 동조함으로 방송법 99조 1항을 위반했습니다. 지금까지는 이렇게 정리를 했지만 지금부터 발언되고 있는 이동관의 발언 또 하는 모든 행위들은 탄핵의 요건에 한줄한줄더 추가될 것이라는 점을 명심하기 바랍니다. 윤석열 정부의 1년은 언론 장악의 시간이었습니다. 바이든 날리면부터 시작된 언론 탄압은 언론사와 기자를 무자기로 압수수색하고 검열하고 폐간시키겠다고 협박하는 지경까지 왔습니다. 뻔히 <laughs> 불법 행위가 자행되고 무고한 이들. 네. 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 네 えこの放送通信委員長でしょだから管轄は放送局なんですよ。はいはい、うん。ところが、えだから、ユーチューバーとかはあの自分の管轄じゃないんですよね。ユーチューバーとかの管轄は文化体育部なんですよ。はいはいはい。ところが、このユ、えーチューブの、だから、ザ h e とかニュースタ a のようなユーチューバーへの規制も、謁、うん、見行為としてやろうとしたんですよね。うん、でこれに 対してこの放送通信放送審議会っていうところの職員もこれは嫌だっていうふうに言ってるんですよ。にもかからずやろうとしてんですよね。<laughs> まあ切りがない、ま,あ、いまずあの放送通信委員会で五人で構成されるのに今現在二人しかいないんですよ。そういう二人でやって、えっ、ー、と理事理事がこうやって権議して、えー、それをそのままあの叩いてはいオッケー。OK <laughs> でしましたって、二人だけでやってるんです、ずっと。<laughs> だからもう、漫画ですよ。なんか、ドラマにもならない、本当に、あの、その、リアルな出来事が起こってるんです。<laughs> だからもう、ど,どうしていい、もう国じゃないですよね、もうね。はいうん、そういう状況です。うん、はい。 じゃあ次行きましょうかはいでその中でやっぱ大事なのが、えー、選挙ですよねあの、国会議員の総選挙です。大事なのはやっぱ国会議員の総選挙なんですけれどもあの、前回までお届けしたのは、異順則新党ができて、えー、与党が分裂するというところまでお届けしたと思うんですよね。はい、ところが、えー、与党の一番の一番である共産党、えー、テグとプサンの中心とした地域で、 保守2分裂ではなく3分裂 3? の可能性も十分出てきたなということをお伝えしたいと思うんですよ。はい、はい、はい,いやまず、じゃあ、移促進党ですね。えー、まず、移準促進党、もうほぼこれはできることは確実なんですけども、の、えー、大体のメンバーと、まあ、その前今、ユン大統領は、 出て行ってもらったら困るからいろいろ、まあ、話をしようとしてるみたいですけどね、まあ、ここでもう二度と伊ジ則さんは騙されないんでしょう <laughs> 終わったらまた切られるってことは <laughs> 目に見えてるからで代表でまあ主だった3人のメンバーは多分ここになる,ななるだろうなっていうのは伊ジ則元代表でしょうんで真ん中えー、ゆすみ大統領予備選挙で与党 今の与党の大統領選挙で2年前何パーセント取ったのかな ?20% ぐらい取ったんですよね。うん、ユン20ないか、ユンソンにより45、本順歩 40, 残りだから10%ぐらいかな。まあでも有力な与党の、えー、政治家ではあるんですけども、これも切られるので、このユスンミン氏も間違いなく合流するだろう。 で、右側の、右上の女性ですね。イオンジュ元議員。前回落ちて今だ、今は現役ではないんですけども、この人もさっき言った KBS のライブなんかにもしょっちゅう出てきてるんですよ。で、与党はここがおかしい。もユン・ソンニョルは本当、頭おかしいってことを <laughs> 散々ね言ってる保守党の議員なんですよね。まあ、この3人はまあ、ほぼ間違いなく、伊順促進党の中心になるだろうなと。 で、まあ、あとは、えー、それから、結局、ユン・ソン・ヨルに、あの、あと、来年の1月2ヶ月後に、えー、公認をもらえなかったという議員は、もう、このユ、ユン・ジュンソク・新党にどんどん入ってくるでしょうね。うん、もう、ここには、ま、間違いない、間違いないと。で、サプライズメンバーであるのは <laughs>、民主党の中の、非、いじメオ派。で、えー、っと、左下の写真の4人です、4人ですね。この4人は、 えー、民主党の中で、いじめミョンおかしいですって、この間、3日ぐらい前に記者会見やったんですね。で、ここも、この人たちも、移住促進党に合流するかもしれないんですけど、ただね、<laughs> 人気ないんですよね、この人たち、ああ民主党の中でも <laughs>。で、人気があれば、移住足も入れたいんだけども、人気がないから <laughs>、足引っ張るかも。そう、入れない入、1人ぐらい入るかもしれないけど、多分入れないんじゃないかなと思います。 なるほど <laughs> であと、えー、下の、えー、この写真この上のだから女性のイ・オンジュと一緒に写ってる男性がピョン,ピョンヒジェ、えー、代表的なこの右派のどっちかというと極の評論家なんですけどもまあだからよく最近あの、えー、反ユン・ソギョル派の新仰派のユーチューバーとも一緒に。 えー、YouTube やることが多いんですけどもうんまあ伊順則さんとあんまり仲はよくはないんだけどもしかしたら入るかもしれないなとサプライズでっていうふうに僕は思ってますはいえー、っと、はい、すいません3分裂っていうのはもう一個はどうどうどういうこですかもう一個次の次でやりますねあはいはいわ、はいはい、かりましたじゃあサホンさんいいですか次いきますかねはい、はいはい 次は、じゃあなんで三分裂かというと、ユン大統領がどういう人をやっぱ公認したいんだというので、えー、まずは、検事時代の部下ですよね。それから、えー、キムゴニのお友達ですよね。で、小学校、高校、大学の同窓生ですよね。そういう人たちを、えーえー、公認したいんですけども、やっぱ勝てるとこに公認したいわけですよ。 で勝てるのが、やっぱそのテグ、プサンを中心とした共産党なんですよね。保守、はい、派が有利なところは。で、あと、えー、特筆するべきはん、韓国自由会議って、名前も日本会議とよく似てますよね。<laughs> 自由です <laughs> その、まあだから、イオ、はい、インフンイオンンフンって、反日持族主義のあの本を書いた、あれを中心としたまあ極右団体なんですけども。はい この極右団体所属で、今、えー、大統領府に入っているのが、ここにいる6人の、えー、人物なんですけども、うんえー、キムヨ、この右上から、えー、左上か、左上から、キムヨンホ、えー、統一部長官、で、キムテホ、うん、国家安保室長、で、次が、えー、キムワンドン、これは、真実、えー 若い委員長とか、これね <laughs>、うん要するにこれ、要するに日本の植民地支配で韓国は経済発展したんだと、だから,そのほらこの回、えー、ユン・ソンニョルがやってる慰安婦問題とか、うん、徴用問題に対して全部韓国側がお金出しますみたいなことを主導しているのがニューライトですよねはいニューライトと言われている連中ですよね。はい こいつらを、あの、ユン・ソン・ニョルとしては、議員にしたいわけですよ。で、やっぱ議員になれるのは、一番なりやすいのは、あの、保守が優勢なテグ・クさんのあたりの共木、キョン・ボク、キサンドなんですよね。ところが <laughs>、うまくいかないのは、それで何してるかというと、じゃあ次のスライドいいですかね。はい。えー、次、次のスライドで、で、 あの、保守の重鎮の議員で、今まで、ユンソンニョルを一番支えてきた、ユンソンニョル支持議員。これが、えー、ユン、ユネッカ、ユン、カク、カンって、あの、漢字書くとこうなんですけど、この人たちもみんな、テグ、プサン中心とした、共産党なんですよ。で、ユンソンニョルは、えー、本討え、だから、検知。だから、危険なところですね。 不利な地域に出馬しろというふうに言って、こ,いこの人たちに対して、この <laughs>、京産路から出て行って不利な地域に行って出馬しろということを言ってるんですよね。なるほど。でも、みんな、あの、今までユン・ソンニョル一番支持してきた議員なんですけども、絶対に動かないというふうにはい、はい、<laughs> 言ってるわけですよ。で、その代表的な人間が、このキム・ギヒョン、今の与党代表ですよね。う で、このチャン・ジェヨン。このチャン・ジェヨンも本当ね、息子が <laughs>、とんでもない。息子が歌手なんですけども、飲酒運転して、で、その友達に運転してたっていうふうに、嘘を言えっていうふうに言った、言ったとかね。うん、まあ。とんでもない、その息子を持ってる議員。それから、コン・ソンドン。元院内代表、主法院。こうもう絶対動かないと。自分たちはもう絶対、 <laughs> あの自分の戦力から動かないというふうに言ってるんですよ。うんでもとなるとどうなるかというとそれでもユン・ソンニョルが自分の可愛い部下や友達を、うんえー、指名だから、うん、出馬、えー、候補に公認したらこの人たちはもう地域に地盤があるんですよねこの議員たちはうんあの。無所属で出ますよって <laughs>。<laughs> なるる可能性が非常にあるだから下手すれば与党三分列まあでもなんか代表に対してもそういうふうに選挙区の指示出すっていうのはなかなかですねそうですねだからそれだけ代表が力がない <laughs>、うん、<laughs> でも本当ユン・ソンニョルが一番このね後押しをしてえー、今年の1月か2月に代表にしたのがこのキム・ギンホンなんですよねう 傀儡、はい、の代表なんですけども、はいはい、まあだからよく言ってましたから、いろんな評論家が言ってるんですけども、結局、ユン・ソンニョルにとって、元検事の部下っていうのは、10年来、20年来の部下なんですよ。でも、ここら辺のユネッカ、この大統領支持派の議員っていうのは、結局、この2年、3年で利害関係のためにユン・ソンニョルにくっついてきただけだから <laughs>、なるほど。<laughs> 10年来のの友達の方が大事 なる,なるほど、なるほど。ずっともの方がね、うん、大事だと今日。一応、一応、コンソンドンは、あの、まあ、欧州の画像ではあるんですけど、これ、カウンドン。あ、カウンドンでしたっけうん、カウンドあとね、えっ、ー、と、このチャンジオンは、賢治上がりじゃないんですけど、賢治上がりの性質そっくりなんですよね。<laughs> 口が汚いし、態度悪いし、<laughs> <laughs> でただこいつ、ニューライトです。はい、えー。ニューライト。それで、えー、キムギヒョンも、チェ・ホヨンも元判事です。裁判官。はい、うん。それで、コンソンドンは元検事です。は <laughs> い。それで、まずね、こいつ、このみんなね、地元にね、利権をしっかり持ってるんです。もう、企業とかいろんなところに、ダミーの会社を作ったり、 していろんなことをしてますんで、うん、自分たちはそこは絶対に動きたくはないはずです、うん、このチャン・チャンジェオンがねそれで何だっけ <laughs> バス90台で3000人の地元の人動員して4000人ぐらいですね、うん、<laughs> それで私はここの選挙区で出るから安心してくださいっていう集会をやったんですよね 規模がすすごいですね、うんまあ、だからその僕、ユン・ソンニョルにまともな判断力があるんだったら、この人たちは敵に回せないから、結局この人たちはやっぱりあの今の地,場地元で出馬させて、でユン・ソンニョルのかわいい部下たちはもっと他のところで出馬させするっていうふうにするしかないと思うんですけども、多分そこまでやる頭がないでしょうね。うん、あもう党内政治もわからないと うんどうなるかね、サホンさん。<laughs> うんサホンさんどう思うか。もう正直言って異常な人間ですから。うんそれただね、もう一つあるんですよ。これ選挙の中で今度、キンゴニ派っていうのはいますから。ははい、はい、キンゴニ派がどこに, <laughs>、ね、どこに入ってくるかわからないんですよ。うんまたどこに絡んでくるかわからないんですよ。うん変な幅本当にだから、あの、本当にね、もう 市民亡猟としたね、もうどろどろとしたものがね、今、噴出してきてるんで、なるほどね、うん、あの、もう大変ですよ。まあ、あの、見てるだけだったら楽しいかもしれないさ。さっき、さっきあの話した、その保守派の評論家のピョンヒジェフさん、とかイ・ウォンジュさんが言ってるのは、うん、あの、イジュン順促進党に近い。要するに検察党、検察党じゃないですか、ユン・ソンニョルが。だから、すでに検事は、このね、あの、保守の重鎮議員もいろんな、 疑惑、いろんなその利権とかも掴んでるから、それを脅しにするかもしれないとは。ありそうですね。言ってるんですけど、まあでも、ほし、保守三分率だったら、あの、本当民主党なんか今まで全然受からなかったこの共産党の地域でも、受かる可能性のあるとこ結構出てくると思うんですよね。うん。 だか,らありえるだから何が起こるかわからないですよね、3分裂してほしいなという願望はあるんですけども、はいはいね、あと、本当に、ね、これから4月10日の選挙までに、ね、いろんなことがとにかく起こってくさる、<laughs> なんか11月の25日に何かが起こるという予言をする人たちがいますね。 だから、与党の中で分裂をが始まるのか、何かが25日に起こるというふうに言ってる人がいます。うんうん、はいじゃあ次行きましょうか。はい、あ、これで終わりか。ここで終わりここで、今日はここまでですね。はい。で、次回からいよいよやっぱりこの、ね、私たちはね、その日本にいるその うん特にやっぱり在日の有権者に対しても、やっぱこういう選挙の情報、いつまでに手続きしなきゃいけないとか、うんえー、こういう情報があるとか、そもそもの選挙制度はっていうことなんかも、やっぱり今後、そうですね。はいはい、だ比例の代表しかあの投票できないんですけど、はい、ただ、比例、連動性というのが非常に複雑で。 あのそれ理解するのもね大変なんで、あの正直言って、私も理解できてないですし。僕もなんか分からなかったです。ほかにね、連動性取ってる国ってありますかねあのドイツ。ああ、そうなんだ。ただ全、本当だったら、47議席のうちに30議席ぐらいをあの小さな政党でも取れるような仕組みを作ろうっていう。 趣旨だったみたいなんですけど、はい、それを前回、あの、大政党が全部、全部、比例代表を辞めて、別の、あの、偽団体を、偽政党を作って、そこでするから、はい、あの、全部、47が、あの、その政党と、巨大政党と関係ない政党が取っちゃったんだけど、本当だったら17ぐらいは、 大政党の方に入るみたいなんですよね30席ぐらいをあの小さな政党で取れるような仕組みっていうのが本当は趣旨だったらしいんですけどね。はい、あそれなんか表がないとなかなか説明しにくいので <laughs> だからそのうちちゃんと調べてね。簡単に言うと、えー、大政党は、えー、地域の小選挙区一人しか受からない小選挙区でもいっぱい取れるから。 うん、小選挙区でいっぱい取って比例でもいっ,ぱい,いっぱい取ってっていうのはなしだと。うん。うん。選挙区でいっぱい取ったところは <laughs> 比例区は取れないっていうのが本来の趣旨なんですよ。うん。うん、だけどそれをね、うん、この前ぐちゃぐちゃな方法にぐちゃぐちゃになっちゃいましたからね。とにかくこれから、またあのそれが要連動性になるか、別に。 元に戻しちゃうかもわからないんで、はい、そこら辺も追いかけてちゃんと報道し、えー、伝えていきたいですよね。はいはいそういうことで、えー、今日はこの辺で終わりいたします。ははい、はいすばしし